神奈川県横浜市戸津角柏潮町柏潮町は横浜市戸津角の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は244-0812。戸津角やや東部に位置し、面積は0.863平方メートル。北端を東から来る平戸長屋川が流れ、町の北西端で西から来るアクア川を合わせて柏川となり、南へ。 藤沢市の境川まで流れる。町内を東海道、横須賀線と国道1号が並行する。町西部の不動坂交差点からは神奈川県道401号背中潮線と戸塚道路が分かれる。また不動坂交差点の戸塚道路、ほどがや側には神奈川県で最も古い餅の木とされる増田だけの餅の木があったが2017年に発生した。 無断伐採事件により衰弱し、故してしまった。国道の北側は、ブリジストンやポーラ化粧品、小玉化学工業、森資業などの工場が立地する。南部は、県営、カシオ大団地や、カシオ富士見大団地などの住宅地となっている。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、カシオ町アザリオタ2130番30の地点で15万6000円。 平方メートルとなっている。かつての鎌倉軍へ、カシ村で、下カシオ村は百八十九年に植え、カ前山田、後山田、ダ、ゴ、ヤマダ、シナの各村及び長屋村飛び地と合併、川上村の一部となる。九百三十九年四月一日に、横浜市戸塚区に編入された際、下カシ村が、カシの本村であったことから、 下が除かれ、突っ各カシオ町が新設された。地名のカシオは、三両の斜面を意味すると考えられ、新編相模国フェド機構に、村名、古ガシオとシルセシニアの記述が見られる。2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。現在は町内に、 鉄道駅はなく、戸塚駅、東戸塚駅、横浜駅、緑園都市駅などへのカンナ中バスの利用となる。ありがとうございます。